難しい。じゃあ、あの今から梅田の中から、ね、大阪駅の大阪のおむすびケーキを、ね、売ってるところで、おむすびっていうのも実はこれケーキなんですけど、どんな反応するかちょっとやる、はい、ご飯と思うんで、えって思うかちょっと寝てやってみます。楽しい、はい、全くほんまにコンビニのおむすびと一緒やん、はい、私はおむすびですよ。おにぎり絶対美味しい。ビリビリ食うじゃないですよね。これこんなのビリビリも誰へんやん。ビリビリ。それをめっちゃめっちゃ柔らかいやな、ご飯が。
ご飯やけど普通のおにぎり開け方よ。うわうわうわ、あ、もっといきなりガーッ。そうそう、おにぎり一緒でしょ、コンビニの、あのコンビニのおにぎりと一緒だ。いや、おにぎりやな、おにぎりだ。何これ、おにぎり、おにぎり、高いおにぎり、高級おにぎり、ふわふわのやつ。そうそう、ふわふわな感じがいい。あら、あら、あら、おにぎり、どやさん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 、あ、どやさん、あ、ちょっとたったらたったらあ、めっちゃ嬉しそう、めっちゃ嬉しそう、もうイエーイ、どうですかこれ。うわー、もう何これ、これ何これ、しかもよく見て、しかもさ、桜って書いてるよ。おにぎりですか、これね、今大阪でちょっと出てる、大阪おむすびケーキ、ケーキなんですね。どうこれ、あら香りがすごい、やった、今日これマスター喜ばそうですね。そうそうそう、持ってきた。どう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 、丸ですか、豚前でもこっちがさすが、さすが、豚前に1個よりこっちの方が高い、トマトすげえ、やっぱりどうどう、スイーツ好き、なんか触りながら変に思ってた、ビリビリかなと思って、確かにビリビリ流行ってますからね、なんか悪いけど何かあるでしょ、あるあるある、そういう意味で、どうだろう、甘党でちょっとね、俺ちょっとこれはテレビで紹介されてたんで、これね、あの桜と抹茶、桜の匂いと触れる、なんかこれやっぱりチョコ、チョコラクレープかな、なんか海苔じゃない、海苔やったら危ない、なんかクレープの生地らしいよ、いけた、金かかったのこれ、まあ金かかったよ、まあ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 、飛行機代出えへんな、まあまあ、よかったよっしゃ、というわけで、マスター喜んでくれました、イエーイ、成功です、ありがとうございます、成功、大成功、やった大成功、チャチャラーです、豚まんの、マスターもそうやね、絶対すべりマスター、この受けに行きます、マジ、飲み物が大丈夫、豚まんよりか前回もないじゃん、もうずっとあの酒飲むから豚まん、豚まん食べた覚えてるわ、スイーツ、いや豚まん超えへんと思ったけど、甘さがいっぱい超えるんです、甘さが、あ、そう、それですよね、で、あの桜と梅を間違えるぐらいの、あのいける、いける、あり、いけた、いけた、おにぎりってずっと思ってました、ビリビリじゃなかったから、ちょっとビリビリ、ビリビリ、いやよかった、めっちゃよかった、成功、大阪大水、最高、よし